こんにちは。武器屋の店主のフランです。この動画は字幕がありますので、各国の言語でお楽しみください。チャッス。私は勇者のユウちゃんだよ。ユウちゃんもついに近代的な装備になったわね。こいつはダンジョンで発掘したボルトアクションライフルさ。まあ、変な銃剣がついてしまったけどね。ユウライフルと名付けることにした。ユウちゃんの装備だけでなく、動画で扱う武器も近代化してきました。銃の内部構造が科学の進化に伴って複雑になり、用語なども難しくなってきております。心で一度、情報の整理をしておこうかと考えました。ほーん、それはいいね。長年学んでいる私の知識が役に立つ時が来たようだ。20世紀の初頭は、カルトガバメントやるが、マウザーやモシンナガン、38式など、完成された銃器が登場する時代でもあります。銃とは何か、基本的な用語について、わかりやすく解説していきます。このユーライフルについても解説しません。今回は、ハンドガンを一つのテーマとして、銃とは何かについて解説していきます。カルトガバメントやルガーという名前は、銃に詳しくない人でも聞いたことあるかもしれません。日本では銃に馴染みが薄いけど、映画や漫画の影響は大きいよね。日本では、漫画の影響が大きいと思います。有名なのは、ゴルゴ、ルパン、シティハンターなどでしょうか。こち亀の影響もあるかもしれない。ゴルゴですと、M16 がよく登場しました。ルパンはワルサー P38 を使い、シティハンターのサイバリオはコルトパイソンを使っています。これらの銃は比較的新しい銃ですが、ルパンのワルサーだけは第二次大戦の前から使われていました。ワルサー P38 は、ナチスドイツの正式装備になっていた拳銃だ。M16 は、1970年代からアメリカ軍の正式装備になっています。コルトパイソンは1955年に登場し、最初は警察官のためのリボルバーとして使用されました。しかし、リボルバーよりもセミオートが好まれたため、使われなくなったのです。そういうことだったのか。また、ライフルでは AK-47 が有名かと思います。AK-47 は、名前の通り、1947年に完成したソ連のライフルで1億丁以上生産されています。AK は歴史上、最も多く使われているライフルですね。速い、安い、強い、簡単、頑丈と、非常に完成度が高いです。強すぎる。ハンドガンの中では、おそらくカルトガバメントと呼ばれた1911が世界的にも圧倒的な知名度を持っているのかと思います。生産数だけなら、同じハンドガンであるグロックやスミス&ウェッソン M10 の方が上ですが、1911は、すべてのオートマチックピストルの起源となった銃で、名前の通り、1911年に完成していました。現在でもアメリカ軍で使用されているすごい銃なのです。1911年なんて、私も生まれてない時代だぞ。そうね。100年以上も前に、ハンドガンの基礎的な技術は完成の域に達していました。銃とは何か？それは、弾を発射する装置ですね。簡単すぎる説明だ。もう少し具体的に表現すると、火薬が燃える時に発生するガスのパワーを使って、鉛の弾を勢いよく押し出す装置のことです。吹き矢の火薬バージョンと考えていただければ良いかと思います。銃と吹き矢の仕組みは同じだったのか。吹き矢は、息を使って矢を発射する仕組みですが、銃の場合、それが火薬に置き換わっただけのことです。ふむふむ。最初の重火器は、とてもシンプルな構造で、鉄の筒の中に、火薬と弾を入れて引火するだけです。トムとジェリーでよく出てくる大砲も、そんな感じなのかな？そんな感じです。現代の重火器も、基本的な構造は、これと同じです。トムとジェリーの大砲を、科学の力で、徹底的に効率化させたものが、現代の重火器です。銃は因数分解よりも簡単かもしれない。これは1805年の単発式のフリントロックマスケットですね。とても簡単な構造です。銃口から火薬と弾丸を詰め、火打ち石で点火するだけです。火打ち石が当たる部分を火皿と言います。火皿の火薬に火花で点火して、中心の中の火薬に引火するんだね。これはシンプルすぎる。火縄銃も全く同じ仕組みで、火縄で点火させるか、火打ち石で点火させるかの違いです。このフリントロック銃が100年後には1911になるってことか。現代の銃器への大きな転換点としては、弾薬の発明が関わっています。このフリントロックですと、弾丸、火薬、火種がそれぞれ独立していますね。うむ、確かに。火薬を入れて、弾を詰めて、最
最後に火打ち石で点火する。金属薬莢が発明されると、バラバラになっていた弾丸と火薬と火種の全てを合体させた、ジッポーが登場します。ジッポーって、カートリッジってやつか。カートリッジのことを、日本語ではジッポーと言います。このチャンネルでは、弾薬と呼んだ方が分かりやすいかと思って、弾薬と呼んでいます。そういうことなのか。まずは、カートリッジについて説明していきましょう。リボルバーを使って、カートリッジを説明していきます。ついでにリボルバーの仕組みについても説明していきますね。了解である。リボルバーの仕組みは簡単です。ちょうどサイバリョーナ使っていたコルトパイソンがあるので、これを例にしていきましょう。これがコルトパイソン。こちらの絵は、カートリッジの構造です。中身はこういう風になっているんだな。ハンドガンもライフルも、弾薬の構造は同じです。大きく4つの部位に分かれており、弾丸、薬莢、火薬、プライマーです。弾と火薬と火種が合体したら、こうなったんだね。そうね。薬莢の中に火薬が詰まっています。火薬に引火して、燃えた時のガスの圧力で弾が飛んでいきます。火薬が燃えて弾を発射する仕組みは昔と変わってないよね。薬莢の火薬に引火させるパーツがプライマーで、フリントロックでいうところの火皿です。プライマーは雷管とも言いますが、中に起爆剤が入っています。この起爆剤は、叩くだけで燃える、反応しやすい火薬が詰まっているのです。プライマーを撃鉄で叩くと、起爆剤が燃えて、薬莢の中の火薬を燃やすというわけね。つまり、2段階の手順を踏んで、間接的に火薬を燃やすってわけか。そうね。それはフリントロックも同じですよ。火皿に点火して、内部の火薬に引火させるのです。確かに。薬莢の中の火薬は発射薬と言いますが、プライマーの起爆剤を火種として燃えます。発射された弾丸は、重心を通過して飛んでいきます。重心はバレルといい、内部にはライフリング、螺旋状の溝が刻まれているのです。弾丸は、この螺旋の溝に食い込むことで、螺旋回転を始め、水平に近い弾道で空気中を飛行します。弾丸に螺旋の力が加わるってわけだ。昔はライフリングのないマスケットが一般的でした。もともと、ライフリングのある銃をライフルと呼んでいたのですが、今では特に区別はなく、小銃すべてをライフルと呼んでいます。ライフルの語源がライフリングなんだね。プライマーを叩くのに使われているのが、ファイアリングピンです。ファイアリングピンは、日本語で撃沈と言います。このピンを撃鉄で叩くことで、プライマーを叩き、起爆されるわけですね。撃鉄はハンマーと言います。文字通り、ハンマーで叩いてるわな。撃鉄のない、ストライカー方式という銃もあります。しかし、ストライカー式も、ピンでプライマーを叩く点では同じです。種の力でピンを弾く仕組みだね。ここまでの説明は、どの銃にも共通している内容です。プライマーをファイアリングピンで叩き、バレル内部のライフリングを通過して、弾丸が飛んでいきます。セミオートピストルもライフルも、これと同じってこと？そうね。マシンガンもサブマシンガンも一緒です。あとは、どう弾を装填するか、どうやって連射するかの違いですね。なるほど。中心に、パイソン357と書いてありますが、これは357マグナムという弾薬を使っているからです。357マグナムは、リボルバーでは有名な弾薬なので、覚えておくといいかもしれません。357ってのは何の意味があるの？ 0.357 インチ口径の意味です。0.357 インチは38口径になりますね。これをミリにすると9ミリ口径になります。なんでそんなややこしいんだ。国によって使っている単位は違うからです。現在、インチとメートル法が混在している状態で非常にややこしいですね。他に38スペシャルという弾薬がありますが、これは38口径の意味で357と同じ口径です。それってつまり 0.357 と 9mm と38は一緒ってこと？そうです。0.357 なのに、なんで38口径なんだ？ 38 は薬莢の直径で、38スペシャルの薬莢が 0.379 インチです。一方、0.357 は弾丸の直径なんですね。9mm も弾丸の直径になります。ややこしすぎる。弾薬の名前は、割といい加減に決められています。マグナムという言葉にも意味はないのです。マグナムは、ワインのボトルサイズのことですが、なんだか大きくて強そうだからというノリです。なるほど、ノリと勢いだけで決めたってわけか。使う弾薬を間違えないためにも、口径を数字で表記しています。しかし、インチだったりミリだったりで、ややこしいことになっています。
リボルバーの場合、回転式弾倉、シリンダーを使っています。シリンダーは、このくるくる回っているやつだな。シリンダーは、レンコンのような構造になっています。それぞれの穴に弾薬が詰まっているわね。穴の数だけ弾薬を装填できるわけだ。火薬が燃える部屋を薬室と言います。薬室はチャンバーと言い、リボルバーの場合は、穴の数だけチャンバーがあるわね。ってことは、このパイソンには、6つのチャンバーがあるということか。そうです。リボルバー以外のライフルやハンドガンには、チャンバーは基本的に1つしかありません。リボルバーは、チャンバーそのものを回転させる仕組みだからです。そういうことか。リボルバーは、撃鉄を起こすと、シリンダーが回転します。撃鉄を起こすことをコッキングと言い、コッキングに連動して、シリンダーも回転します。これで次の新しい弾薬を撃つ準備が整いますね。シングルアクションと呼ばれる仕組みです。コルトが発明したシングルアクションだね。そうね。シングルアクションは1830年代に発明され、今でも使われている技術です。ただ、リボルバーにはダブルアクションという仕組みもあります。引き金を引くだけで撃てるリボルバーだね。そうです。ダブルアクションとは、引き金を引く動作と、コッキングの動きが連動した仕組みです。いちいち手動でコッキングしなくても撃てますが、引き金が重くなります。引き金が重くなると命中率も下がるからね。引き金を引くことをトリガープルと言います。コッキングとトリガープル、2つの動きを1回でできるので、ダブルアクションという名前です。なるほどね。昔のリボルバーは、シングルアクションしかできないタイプや、ダブルアクションしかできないタイプがありました。現代では、両方できるタイプが一般的です。とっさの時にもすぐに撃てるし、先に撃鉄を引いておいて、命中率を高めることもできる。そういうことね。弾を撃ち尽くしたシリンダーの中には、空薬莢が残っています。リボルバーの廃墟と装填には、スイングアウトが一般的ですね。シリンダーが横にせり出し、エジェクターという棒を押すと、すべての空薬莢が廃墟されます。こいつは便利だね。空薬莢を抜いて、新しい弾薬をセットするんだ。昔のリボルバーは、ブレイクアクションや、一発ずつ廃墟と装填をするものが普通でした。これは、有名なコルトシングルアクションアーミーですが、一発ずつ廃墟と装填するやり方になっています。ちょっとめんどくさいね。ブレイクアクションの方が早いよね。ブレイクアクションには、トップブレイクとジップアップがあります。ジップアップとは、上に折れるので、ジップアップと言います。そうなると、デリンジャーがジップアップになるな。ブレイクアクションは操作が早いですが、構造的に弱いので、無塩火薬という強力な火薬が登場すると、廃れることになります。スイングアウトは理にかなった構造になっており、操作速度も速く、耐久性も高いのです。スイングアウトなら、無塩火薬のパワーにも耐えられるってわけだ。スイングアウトは、19世紀の後半に登場し、リボルバーはほぼ完成しました。これ以降は、ほとんどのリボルバーがスイングアウトになっていきますね。リボルバーも20世紀の初め頃には完成していたんだね。また、スイングアウトのリボルバーは、空薬莢の回収が楽です。射撃場では、セミオートを使うと、あっちこっちに空薬莢が散乱して、拾うのが大変ということですね。リボルバーにはそういう利点もあるのか。リボルバーについては、こんなところです。次はセミオートを見ていきましょう。基本的なことは、リボルバーと同じです。違うのは、弾薬の装填と、廃墟の仕組みが違うところですね。それだけの違いなの？明らかに見た目が違うんだけど。雑に言えば、そのくらいの違いです。雑すぎる。これは FN1903 という、セミオートハンドガンです。FN1903 には、ストレートブラーバックという仕組みが使われており、セミオートの説明をするには、わかりやすい銃です。セミオートでも、用語とかはリボルバーと同じなの？同じです。用語に関しては、大体どの銃火器も一緒ですね。そうか、なら安心な。セミオートはリボルバーと違い、チャンバーが一つしかありません。マガジンの内部から、一発ずつ弾薬を押し出して、チャンバーに装填します。これも、撃鉄を使って発射しているね。そうね。発射の仕組みは、リボルバーと全く同じです。引き金を引くと、撃鉄が動作し、ファイアリングピンを叩きます。ふーむ、なるほど。違うのは、次の弾薬をどう装填するかです。リボルバーはシリンダーを回転させて、次の弾薬を装填していました。セミオートは、弾を発射した時のハンダーの力を利用して、廃墟と装填を行っています。ハンダーのことをリコイルと言います。
リコイルの衝撃を利用しているんだ。前進、後退しているこの部分をスライドと言います。スライドはボルトと一体化しているのです。ボルトとは幽閉と言いますが、弾薬の底面を支えているパーツになります。弾を発射した時の反動はボルトで受け止めることになりますね。ボルトにリコイルの衝撃がダイレクトに伝わって後ろに下がるわけだ。後ろに下がったスライドは激鉄を起こします。さらに解放した空間から空薬莢を廃墟し、次の弾をセットします。これがブローバックという仕組みです。作ったやつ頭いいな。セミオートはスライドを前後に動かすことで連射できる仕組みになっています。つまりスライドは後ろに押すだけのパワーが必要です。このパワーは無塩化薬によって実現しました。無塩化薬のパワーがないと使えないってことか。パワーの弱い弾薬を使うとスライドが後退しないので連射できませんね。逆にパワーが強すぎるとかなりの衝撃が後方に伝わり、まともに撃てないですね。使う弾薬のパワーを計算して銃本体が設計されているのです。ってことは間違った弾薬を使うとセミオートが動作しないってわけか。適切なカートリッジを使用しなければなりません。同じサイズのカートリッジだからって何でもかんでも撃てるわけではないのです。決められたカートリッジを使わないとダメなんだな。またセミオートにはホールドオープンといって、最後の弾を撃つとこのようにスライドが後退してロックされる機能がついています。見た目で先端を撃ち尽くしたことがわかりますね。マガジンを交換した後、スライドを前進させることで薬室に弾薬が装填されます。これで発射準備が整うわけだね。ホールドオープンは1896年のマウザー C96 で既に実用化されていました。セミオートはちょっと仕組みが難しいのです。セミオートの仕組みにはいくつかありますが、ハンドガンに使用されるのは基本的にブラーバックかショートリコイルです。またブラーバックにも種類があって、ディレイ式のブローバックがあります。ディレイ式？ディレイドブラーバックのディレイとは薬室の解放を遅らせるという意味があります。ストレートブラーバックはリコイルの衝撃が直撃するので後退しやすいです。しかしディレイドブラーバックはブレーキをかけて後退しにくくなっているので、強い弾薬を使うことができます。なるほど、わからん。このあたりについては別の動画で改めて詳しく解説しようと思っています。今回はこのくらいの説明にしておきます。武器屋のお姉さん、銃とは何かがなんとなくわかったよ。細かく見ていくとややこしいんですが、仕組み自体はそんなに難しくないと思います。銃とは弾を発射するだけの装置なのです。シンプルすぎる。でもその弾を効率よく発射するにはややこしい構造や仕組みが必要ってことなんだね。そういうことね。銃器の一つの魅力としてメカの構造があると思います。メカ好きの人はここから銃器の沼に入るといい。銃器の沼へ入るルートはいくつかありますね。やはりゴルゴなどの漫画から沼へ入るルートも多いかと思いますが、モデルガンルート、サバゲールートなども多いかと思います。あとは歴史ルート、 FPS ルートが王道かなって気がする。アーミールートとポリスルートもあるで。そこにもう一つ武器屋のお姉さんというルートを新設したいと考えています。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。